三橋型巡視船は海上保安庁の巡視船の船球。区分上は PS 型、交渉船系は180トン型。ネームシップが配置替えに伴って解明したことから、クラス名も三橋型秋吉型新山型と変遷してきたことにより、これらの形式で呼ばれることもある。海上保安庁では、 昭和52年から57年度にかけて30メートル型 PC23 隻を整備した。これは、津島、根室海峡など、領海警備業務への投入を想定して、比較的大型の巡視艇でありながら30ノットという高速を発揮できた。同型の運用実績は、極めて良好であり、高速艇の船型を拡大していくことで、概要での運用に十分耐えうる。 巡視船も設計しうる見込みがついた。当時、海上での犯罪船舶は外洋化、高速化が進んでおり、摘発が困難になりつつあった。また1985年に発生した日向灘、不審船事件では40時間にわたって不審船を追跡したものの捕捉できずに逃走を許すこととなった。概洋高速航行可能で、航続距離が長く、単行性。 総戦性の良好な船が強く求められるようになったことから、津島海峡から日本海に至る警備救難業務に従事する高速巡視船として整備されることとなったのが本型である。単航性改善のためには、船体長の延長が最も効果的とされたことから、 幅は最低限の復元性能を確保できる程度に絞ってできるだけ LB 比の大きな線形が採用されることになった。計画段階では全長46メートル、幅7.5メートルと策定されたが、初版事情により本型では全長43メートルとわずかに短縮されることになった。また線形としては、 30メートル型 PC では V 型高速艇の船型が採用されていたが、本型では波浪衝撃の緩和を狙って、選手部については還元を大きくとって、フレアを小さくした丸型高速艇の船型を組み合わせて、他の部分は V 型高速艇の船型としており、ハイブリッド型と称される。軽量化のため、船室は30メートル型 PC と同じく、 アルミニウム合金製とされ、また構造方式は溶接構造を後半に導入している。これらの設計手法は、以後に建造された高速型巡視船艇の設計におけるひな型となった。30メートル型 PC の運用実績より概洋の長時間構想にあたっては、乗員の身体的体力が最大の制約条件であると考えられたことから、 新しい高速巡視船では、乗員への身体的負担軽減が重要であった。このことから、波浪衝撃や動揺を軽減するために操舵室を船体中央に配置するとともに、全乗員分の衝撃吸収用ダンパーツキースを配置した。これらの施策により、波浪中の航行性能は予想を大きく上回るものとなった。しかし機関室の吸気口などは、 従来の設計思想であったことから、船体の性能いっぱいの海峡で航行すると、多くのしぶきが機関室に飛び込むこととなり、機関室で傘を差して歩くと揶揄された。なお、工作船事案への対応が想定されたことから、操舵室については、防弾性の向上が図られており、防弾板取り付け枠が設けられたほか、窓も通常の強化ガラスではなく、防弾ガラスとされていた。 九州南西海域工作船事件では、これが走行し、強行節原を試みた。霧島は、至近距離から操舵室を銃撃されたにもかかわらず、操舵室内への貫通弾はなかった。しかし主戦隊は、アルミニウム合金製であったために弾丸が貫通してしまい、稲佐では、指揮官の冷却系に被弾して、無限機が使用不能となっている。本型では、のように、 高速力発揮が求められたものの、一方で、巡視船としては、引き助船への接近などの際に低速時の運動性能も求められるという、二律廃反の操船性能が求められた。ネームシップの指揮官は、アイドル回転数が、定格回転数のおよそ半分であり、従来通りの固定ピッチプロペラを推進機とすると、最低速度が15ノットを大きく上回ってしまう、ことから、 低速運動性に大きな問題が生じると思われた。30メートル型 PC では、手機とプロペラを結ぶクラッチを半クラッチ状態とするスリップ運転装置を搭載していたものの、当時の技術では信頼性が不十分であり、実際にはほとんど使われていなかった。解決策として、本型では巡視船として初めて、 ウォータージェット推進機が採用されることになったが、信頼性の点で確証を得なかったことから、高速航行時の水力の大部分は使い慣れたスクリュープロペラで確保して、ウォータージェット推進機は補助的な利用とし、また水力についてもカタログスペックより1トン、程度安全側に見て設計することとされた。このような経緯から、指揮官としては4サイクル高速ディーゼルエンジンを3機、 搭載しており、短期出力3500馬力の両元機で、スクリュープロペラ各一軸を、短期出力2400馬力の中央機で、低速用ウォータージェット推進機1機を駆動する。機種としては、軽量大出力という条件で、国産機と欧州機の2パターンの構成が選定された。国産機としては、両元機として、直列12気筒型の S12UMTK、中央機として、 直列8気筒型の S8UMTK が用いられる。欧州機としては、両元機として V 型16気筒型の 16PA4V-200VGA、中央機として V 型12気筒型の 12PA4V-200VGA が用いられる。なお実際には、ウォータージェット推進機はほぼ、カタログスペック通りの性能を発揮していた。並走としては、 当初は、木川操作の13ミリ単装機銃1機を搭載していたが、巡航後、赤外線捜索監視装置との連接によって、目標追尾型遠隔操縦機能を備えた、JM61RFS20mm 多重新機銃に換装された。九州南西海域工作戦事件では、稲佐と霧島が不審船を追尾し、稲佐が威隔射撃を実施した。 その後、霧島が強行節原を試みたところ、両船は工作船からの銃撃を受けたため、稲佐が正当防衛射撃を行い、工作船は自爆し沈没した。これらの射撃の際には、JM61RFS が使用されている。本型の建造は4隻で終了し、平成4年度計画以降は、船体長を当初計画通りの46メートルに延長して、 連続行動時間の延長を図ったビザン型に移行した。4番線の霧島も収益から30年近くが経過しており、2019年より代替が始まった。ありがとうございます。